はい、どうも、パチオです。今日もね、残念ながら仕事になってしまいました。本当はね、今日来る必要なかったんですけど、うちの会社があまりにも忙しいためにね、今日、まあ、月曜日にやる予定のことを今日やらしてくれっていうことで、僕ともう一人で来てるんですけどね。今ね、現場にはね、僕ともう一人しかいません。監督さんもいないですね。そういう、まあ、丸投げ仕事です。またしても。一応ね、5時までに終わって帰ってくわ、みたいな感じなんですけど、相方がね、今日は頑張ってくれたんで、2時半ぐらいには上がれるんじゃねえかな、なんていう、ちょっと淡い期待をしてるんですけど、まあ、3時ぐらいまでかかるかな。でね、今日の話題なんですけど、選挙が、たりとか、安倍さんがお亡くなりになったりとか、まあいろいろあるじゃないですか。今はね、ツイッターで、安倍さんの国葬に賛成か反対かみたいな、ことをやってますね。で、皆さん、そういうことで夢中になってるけど、なんか忘れてませんかね。てかね、僕もね、正直ね、一時期忘れてたんだけど、ゴミがね、気になっちゃったけど。すんげえ大事なこと。今、戦争中だってのを忘れてません？ウクライナとか、ウクライナ対ロシアとか、ロシア対ウクライナですよね。侵略戦争の真っただ中ですよね。戦況は今膠着してるのか、最近はあまりニュースが聞かないし、どこそこがね、の町を占拠しただの、奪還しただのっていうニュースも聞かないんですけど。いや、正直僕もね、いろんな YouTube のね、撮影とかして、この戦争の話っていうのは、触れずにいたんだけど、あまりにも触れてないんで、ここで触れておこうと思って触れてるんだけど、こんな戦争が起こってるのに、なんか、まあそれでもさ、まあ戦い続けてて、ね、その人らが戦い続けてても、僕らには普通の日常があってってのはわかるんだけど、結構大騒ぎしてたのに、今テレビとかでも全く何もやらないでしょ。あれってどうなのって。いや、そら戦況をさ、毎日毎日実況してくれとは言わないよ。でも今どうなってたのでしょうかみたいな話、ニュース番組とかでやってる？僕はテレビ見れないんであれなんですけど、例えば、まあラジオつけたりとか、まあ、ヤフーニュースとかでもそうだよ。まあツイッターとかで見るとトレンドのとこに、ロシアの、ウクライナの戦争の、進行状況みたいな、記事のが片隅にあるんだけど、やっぱどれだけ衝撃なことでも、衝撃的なことでも、なんかずっと続いてると、なんか普通のことに思えてきちゃって、でそれで忘れてっちゃうってことあるよね。だからそういうのがね、まあことわざでね、人の噂も75日だっけ、そういうことわざもあるんだけど、まあね、ロシアが攻め込んでからもう随分経ちますもんね。まあさすがに忘れてるんだけど、みんな忘れてってると思うんだけど、まだゴリゴリに戦闘中だよね。休戦してたっけ？休戦協定みたいなやつやってないよね。停戦みたいなことにはなんかして、人が避難したりとかはしてたような気がするんですけど。捕虜の交換とかさ、あと、そのロシアの方に連れて行かれた住民がどうなったかとか、全然情報入ってきてないことない。で、今そのウクライナがどのような状況かっていうのは全然入ってきてないんだよね。いや、ね、自民自由人自あの自民党とさ、統一教会どうとか別に俺どうでもいいんだけどさ、
ネットだとそんな感じのやつを盛り上げようとしてるけど、多分テレビではまた違うことを盛り上げようとしてると思うんだよね。うん。戦争をしてるんだから、ちょっとそのニュースを入れてほしいなって僕は思うんすけどね。実際どうなんす？本当に俺情報が入ってこなさすぎて、わけがわからん状態になってて。いや、まあ、終わってくれりゃいいんだけど。で、今回の戦争ってさ、まあ結局、戦車とかがね、ガーって攻め込んでも、やっぱ人間がさ、持ってるような携帯兵器とかさ、ドローンとかで、簡単にやられちゃうっていう。なんか通常兵器の、まあ正面切って戦うにはその戦車みたいなもんがいいんだろうけど、そういう兵器が、なんかもう今は昔みたいな、絶対的なものじゃなくなりつつあるよね。まあ結局飛行機なんかも空を飛ぶんだけど、空を飛んでるってことは、遮蔽物もなんもないから狙われやすいっていうような、なんか逆説的な状態になってるじゃん。ってなると、今後今後の戦争はどうなっていくのかってのはすごい気になるんだよね。まあもちろんドローンをはじめとした無人兵器。まあそれこそね、ラジコンみたいなやつがダーって走ってって、センサーで動くものを自動的に追尾して狙い撃つみたいな。まあそれこそね、ラジコンの頭にマシンガンみたいなのをつけてさ、で、動くものをセンサーで勝手に撃つみたいな。そんな無人兵器とかさ、もう人間だけを狙うみたいな。ほら、昔ガンダムのね、F91 で、バグっていう人間だけを狙う兵器があったんだ、あったと思うんだけど、あんな感じ。呼吸とか、体温とかを感知して狙うみたいな。なんかそんな感じのがね、ひょっとしたら昔出てくるかもしれない。だけど、結局、ドローンにしろ、今回のね、戦車を狙い撃ってるようなミサイルとかにしろ、結局、電波とか、レーダーとか、そういうものだよね。だから、それを無効化するようなものがあれば、結構、原始的な、っていうか、また戦車が、一世を風靡するというか、そんな感じになると思うんだよね。っていう話があると、それこそまたガンダムの話になるけど、ミノフスキー粒子みたいなもん。どうなんだろう。結局、電子戦闘みたいなことはみんな考えてるだろうから、アメリカとかがやっぱ開発しようとしてるのかな。そのミノフスキー粒子みたいなものを。だから、いろんな条件下で、絶対的に通信ができるような、電波というか、の開発と同時に、どんな通信でも遮断できるような兵器みたいな、ね、電波を遮断するような、まあ、光学迷彩とかも考えてるぐらいだから、なんかそういうことも考えてそうだな、なんていうか思うんだよね。で、あとね、ミサイル、大陸弾道弾、ICBM だっけ？あれに核兵器を積み込まれて首都に落とされるとどうこうみたいな話があるじゃん。まあ、それだけ無効化できりゃね、なんとかなるんじゃねえかなっていう感じの話をすると、その核を無効化する兵器っていうのはね、ガンダムにはもうすでに存在するわけで ニュートロンジャマーってやつね。あれ、ガンダムシードだったよね。いや、なんか、ガンダムって先行ってるよね、とか思っちゃう、本当に。まあ、あとね、例えば、まあ、あるかないかはわかんないけど、それも開発されてんのかな？バリアみたいなもの？インディペンデンスデイとかさ、まあ、ガンダムでもあったんだけど、特殊な磁場を形成して、ね、通常兵器とかが通らないような、のとかね。やっぱ、今後の戦争っていう話になると、そういう、なんか、無茶苦茶な、
さすがにね、エヴァの AT フィールドみたいなのは、あれはね、ちょっと精神的な概念だ、心の壁みたいな言い方してたからね。まあ、それはね、さすがに開発はできねえと思うんだけど、でもバリアみたいなもんね、開発できたりなんかして。ただ、やっぱそういうのって防衛兵器よりも攻撃するための開発の方が進んじゃうんだよね。だから、どんだけ言ったって人間が死ぬ、人間を殺すという、まあ、兵器開発ってのはね。で、兵器を開発することで人間の、いろいろ文化水準が上がっていくっていうのがあるからね。だから逆に言うと、日本ってのは兵器を作らないし、まあ一応国産兵器あるにはあるけど、新しい独創的なもんっていうのは今まで全然作られてないわけで、まあそこら辺ちょっともったいないことしてるよなって。まあ日本って科学力でいけばね、世界でも屈指の国なのに、そこがさらなる発展をね、防いじゃってる。なんならそのね、ミノフスキー粒子にしろ、バリア的なものにしろ、開発もしできちゃったら、世の中、世界の情勢一変するんだよね。俺は金かけてでもちょっと研究してみたりする価値はあると思うんだよね。まあ大学の研究者とかもね、そんな夢みたいな話だけど、だけど理論上はなんか可能みたいなもん結構あるらしいからね。で、まあね。まあなかなかね、そんなミノフスキー粒子みたいな都合のいいもんが出てくるとは思えないけど。でも、ないないと思ってたレールガン的なもんがもうね、あったりとかするんだよね。で、無人兵器だって今、ね、武器の市場とかには出回ってるわけだからね。っていう話になったら、やっぱり、今後、また新しいやつ。まあ、人型兵器はね、さすがにないと思うわ。どっちかっていうと、攻殻機動隊のね、立ちこまだっけ。ああいうやつの方が、ね、無人兵器寄りの、あれの方が出てくるんじゃねえかなと思うんだけど。今さっきからね、自分のね、今このいる車の目の前でね、飛行機が飛んでるね、ラジコンの飛行機なんだけど、すげえ曲芸飛行してて、なんならそれをね、撮ってショート動画として YouTube に上げりゃよかったってちょっと後悔してんだけどね。ちょっとね、屋根をはさ、挟んでるもんで見えないんだけど、まあちょっとね、最近、ウクライナの戦争のニュース全然やってくれないなーなんていうところからね、ちょっとその先の戦争のことをね、ちょっと考えたりなんかしてました まあ昨日ぐらいからそんなことばっかり考えてて、あ、ネタにしようなんて思ったんですけど、じゃあこれで終わりにします。以上、パチョでした。バイバイ。